もう何年やってるんですか。125年ぐらい。125年梅貝餅も同じ店でね、代々3代目です。へぇ、一番初代が明治20年ぐらいの創業ですからね。これをずっと引き継いでそのまま代々。へぇ、もともと梅貝餅っていうのは太宰府天満宮の、太宰府も天満宮なんでしょ。ここも天満宮は あそこにお祭りしてある。だからここも今空き地のところも公民館も全部ここお餅屋さんがずっと向こうまであったんです、昔はね。だから戦前がここもずっと賑やかなところなんです。へー、だからもう戦前はこの前はもうお餅屋さんがいっぱいあった。それが残ったのがうち池なんですよ。へー、それってこう太宰府とこっちのはどっちがオリジナルとか先とかってあるんですか。もちろんどっちでしょうね。ここも300年さえ過ぎましたからね、天満宮さんはね。だからあれやけど、向こうは向こうでできたあれで、ここはここでできたあれだから、もう全然その材料も違いますし、大きさも市の倍ぐらいありますあそこに。だから粉が違いますからね。だから皆さん同じと、まあ、名前は一緒だけどやっぱりちょっと違いますね。大きさからも味から全然違います。ここで写真撮るんですね。ほんとすごい大きさ全然違うね。私たちももう初代からずっとその大きさと材料もそのままで、この型もそのままのあれで、もう今何でもコンピューター時代ですからね。薪であんこ炊くような力仕事する人はもうおらんしきるんですよ。あ、もうあんこも炊きやがって。あんこも薪で、いまだに釜で薪で炊いてますよ。2時間ぐらいかけて練り込んでますからね、このあんこも。全部手作りか。だからもう昔のままの作りです。大きさから材料からそのままですね、親の代から。4代目はどうなんですか。おりますけどもうしないですよ。もうやっぱり今の時代はねちょっと違いますからね。じゃあもうこれで終わると、もう終わるでしょ。寂しいな。